本位銀貨として広く流通した、メキシコドル1768年ウェポトシ、鋳造銀本位制度は、一国の貨幣制度の根幹を、なす基準を銀と定め、その基礎となる貨幣、すなわち本位貨幣を銀貨とし、これに自由鋳造、自由誘拐を認め、無制限通用力を与えた制度である。この場合、その国の通貨は、一定量の銀の量をもって表すことができ、 商品の価格も銀の価値を標準として表示される。万歴定の時代に鋳造をされた銀貨一万歴年作り秋世に一条弁法という租税銀の制度が用銀の流入により実施可能となっており、ここに銀本位制度の下地があった。15世紀において民が支払いを銭から銀に変えたことは結果として日本国内において 中国戦に対する信用不安を生じさせることとなった。歴史上代表的な義運本位制国家としては、日吉並びに1935年までの中華民国がある。新では、小額の取引には聖戦と称される完成の道化が流通したが、高額取引においては、銀城と呼ばれる高品質の銀塊が表量して用いられた。銀城は、 政府が鋳造するのではなく、戦争という伝統的金融機関において自由鋳造に任されており、貨幣というより銀のインゴットに近いものであった。新末期には、洋銀や日本の一円銀貨とほぼ同じ銀、含有量の銀元も発行されるようになり、中華民国においては本位貨幣とされた。後に、 世界恐慌による金融市場の混乱による銀の流出を受けて1935年に銀本位制を放棄をしたので最終的に銀本位制を取る国々はほとんどなくなった。カロリング町において金本位制から銀本位制に変わったことはヨーロッパの通称の衰えを示すものとされる。ただし11、2世紀には商業が盛んになり13、4世紀には 大繁栄時、通称の復活と言われるようになる。アメリカ大陸で交渉が見つかるまでは、ドイツとオーストリアだけで世界の銀産出量の4分の3を占めた。19世紀、ヨーロッパ諸国の多くは、金銀副本位制をとっていた。しかし、銀産出口の増加や輸入銀により、銀の市場価格が下落して、金銀非価が開いた。この場合、銀化を流通させて、 金貨を大増した方が有利なため、次第に事実上の銀本位制となった。この時期の銀の市場価格の変動は大きく、大不況の手前から下落傾向が著しかった。1870年から1910年にかけて、世界の銀生産量は5倍に膨れていた。これは電解精錬による増産である。1910年を過ぎると実に7割が、 鉱石精霊の副産物として得られた。ここでいう鉱石とは、銀鉱石ではなく、銅、鉛、亜鉛、コバルトのそれである。特に北米での銀産、イングランド銀行は1816年すでに金、本位制を採用していた。しかし、銀価格の低落により、アジアへ進出していた、オリエンタルバンクなどのイギリス系大銀行は、大きな損害をこむった。 1865年12月すでに、ラテン通貨同盟はゴフラン銀貨の無制限通用を協定していたが、1872から73年の下落傾向に驚いて1874年1月にゴフラン銀貨の中造制限を訳約した。アメリカでは貿易銀のインフレを阻止するため1ドル銀貨を設けた。 1890年のシャーマン銀購入法で銀本位制に戻りかけたが1900年に金本位制を再確認した。北米が輸出する大量の銀がやがて世界に深刻な影響を与えた。1933年のロンドン世界経済会議においてピットマンが銀協定を取りまとめた。協定の結ばれた当時は世界の半分が 銀本位制であった。協定では、インド、中国、スペインなどの新興銀産出国の出荷量を制限し、他方でアメリカ、オーストラリア、カナダ、メキシコなどの銀輸入国が価格安定に協力することになった。このように価格を支えられた銀は、第一次世界大戦下のフランスで輸出が禁じられ、現代まで流通した。 ベルギーの銀貨はやや寿命が短く、1955年まで使われた。しかし、フランスでは1974年まで、スイスでは1971年まで銀貨が使われた。この頃にクソンショックが起きている。ブレトンウッズ体制から解き放たれた完全な管理通貨制度において、生産力の鬱積していた銀は市場へ放出された。 1980年3月27日、いわゆる銀の木曜日に銀価格は暴落している。日本の江戸時代においては、金貨、銀貨、そして小額貨幣として戦貨が、それぞれ無制限通用を認められるという、いわゆる参加制度が存在していたが、実態は、東日本で主に金貨、西日本で主に銀貨が流通するというものであった。 ただし必ずしも貨幣価値が地金価値を表していたわけではなく、本位貨幣制度で理解することは難しい。室町時代の守護領国制により、各地の鉱山が囲い込まれ、続く安土桃山時代においては、文国法により、貨幣を含む物資の流通が制限された。加え特に、織田信長は、領地の通貨供給量がまちまちであることに着目して、領地ごとに、 租税納入を米にしたり中華にしたり制度を変えた。悪戦も状態と相場をその都度決めて流通させた。そして江戸初期から開発後指針をしかなければならないほどに長崎で金銀非下に混乱が生じ、そのまま進行して幕末まで外交問題として引きずった。このような状態にあって貨幣の額面価値と金属価値を固定対応させるのは不可能であった。 その後1871年6月に進化条例を制定し、形式上は金本位制が採用された。しかし、当時は東洋市場においては銀貨による対外支払いが一般的であったため、1円銀貨並びに当時の洋銀に相当する4 2インの両目の貿易銀を発行し、貿易などの対外支払い用貨幣として使用した。 1878年には一円銀貨の国内一般通用が認められ、事実上の金銀副本位制となったが、金貨の改増と政府俯瞰紙兵の大量発行によって、金貨はほとんど流通しなくなった。さらに松方デフレ後の1885年には、初の日本銀行券による銀貨館が開始され、1897年に正式に、 金本位制を採用するまで、事実上の銀本位制が継続した。第一次世界大戦後の拡競期では金本位制を離脱するも銀貨が流通。1930年の金解金が失敗して、再禁止となってからは、管理通貨制度に移行して、今日に至っている。ただし1960年代まで100円硬貨は銀貨であった。ありがとうございます。